お誕生日おめでとう。一枚の葉の中に一つの物語が紡がれています。ついつい見入ってしまうほどの繊細な作品です。一枚の葉っぱで作られた美しい切り絵。福島市で今日オープンしたのが世界で初の葉っぱ切り絵を展示する美術館です。作者のリトさんは発達障害の ADHD による集中力を前向きに生かして制作に取り組み、 SNS を通じて世界中から注目されています。皆さんでこれどんなお話してるんだろうねとか、そういうふうに想像しながら楽しんでもらえたらいいなと思いながら普段作品作ってます。一本のナイフで生み出される作品は絵本のワンシーンのような温かみがあるのが特徴。館内ではおよそ50点が展示され、多くのファンがその世界観に圧倒されていました。リトさんの不安だったんですけど、開館するって聞いたんで、もう絶対行かなければと思って来ました。感動です。すごく繊細で、生き物に対する、動物や自然に対する愛が詰まってるっていう感じで、なんか涙が。この美術館は年中無休で開かれています。SNS のフォロワーは50万人超えということなんですが、それも納得、引き込まれますね。そうですね。また一つ一つの作品にメッセージが込められているということなので、はい、私も美術館でゆっくり見て楽しみたいです。この開館を機に広く東北の方に足を運んでもらいたいということでした。飯坂温泉駅から歩いて10分ほどの場所ですので、温泉地との相乗効果も期待したくなりました。